い、今回は90ゲリについて。はい、まあ、うちらもさ、たまに90ちょいちょい叩くじゃん、うんうん、まあ、そういうのも含め、うん、ちょっと90ギリとはどうやったらできるのかと、はい、レギュラーティーから、いや、まあ、全体的な、別に全体的に、まあ、レギュラーティーとレディースってちょっと変わってくるけど、そうだね、まあ、そういうのもまあ含めつつ話していけたらと思います、はい、レッツゴーレッツゴー。なんかでもさ、90ギリの時ってさ、ダボ叩いた後絶対さパー取ろうとか思うよね。思う、なんか思う、あ、今どっかで取り返さなきゃみたいな。そう、あ、ちょっとこれも残してる。おー、ナイスショー。ここからの後ろ蹴り、つま先上がる。もういいんじゃない今の。よかった。いやー、今のめっちゃいい。90ギリって、まあ、普段、なんて言うんだろう。まあ、普段の、うん、ゴルフ。うん。まあ、レディースティーからだと、レディースティーからだとそんなにかな。頑張んなくてもね。うん。パーオンする確率上がるしね。うん。バーディーもたまにあるしね。そうだね。でも、レギュラーだと、結構、うん、あるじゃない、うん、90ギリ結構3オンがなる、そうだ、ね、うん、そうだ、ボギーオンが本当に増えてきちゃう、うん、増えてきちゃうから、から、うん、私はあんまり本当2オンできないくなってくるから、レギュラーティーだとね、うん、ドライバー200いかなかったりするし、セカンドも200以上残っちゃうと、うんうん、もうあとアプローチしかない。アプローチを磨いた。そう、私の場合はね、うん、もうグリーン周り、うん、どんだけ寄せるか、うん、アプローチ上手だもんね、うん、でパターも得意じゃないから、うん、なるべく OK。 そうね、なんか OK のかなり、あのコロコロ系のさ、うん、低めに出してツン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  OK みたいな。そう、あとバンカーも得意じゃん。バンカーもまあ確かにあんまり気にしないかもしれない、うんうん、あんまり入れたくないけどね、うん、でもさ、90ギリってさ、もうバンカー怖いとか言ってられなくない、うん、そうだね、バンカーをガンガン狙っていかないとさ、うん、そうだね、そうなのよ、そうだね、うん、バンカーに刻んでたら結構もう多分92、3とか。そうだね、バンカーも寄せるぐらいの気持ちだよね。これは難しいです。曲がって、もっともっと曲げたかったな。さあ、マントビ、マントビだね。いや、右に出そうだった、なんか。どうですか、90ギリ、ね、寄せ腕ですね。まあ、でも今のね、セカンド乗らなかったとしても、うん、そうそうそう、ここからのが大事だって。あるんで、あるあるなんで、寄せ乗らないことなんて。ほら、あのちょっとカラーにあるんで、こっからですよ、こっからの集中力、うん、こっからパーを取ることが結構90ギリでは必須条件ですかね。そうですね。直接ティーはこの辺にあります。おー、直接ティー方面じゃない、ギリギリ入るか、入るか、あ、大丈夫そう。私もこうしてこう。ムファってなってる。はい、はい、今90ギリをテーマにお話ししていますが、はい、セカンドショットは、まあ、さっきも言った通り、もうガンガン狙っていくしかないですね。まあ、バーディーも含めて、うん、
基本パーを狙っていくつもりで、うん、行かないと。うまく打ってた気がするけど、これ難しいよ。早い。やばい。というか早いです。やりたいこと。今一番やりたいこと？うん、え、ゴルフ以外で？うん。え、なんだろう。え、なんだろう。え、本当は考えたことないかもしれない。そうだよね。え、なんだろう。あ、なんか筋トレしたい。筋トレまた？うん、また。最近してないから、うん。なんか実は夏にお腹痛くなって。うん。なんかそれからサボってて、あ、お腹痛いっていうのはちょっとイラダダダみたいな。あ、そう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 、普通にね。なんか内臓がぐるぐるしちゃって、うん、なんか中でぐるんぐるんしちゃって、いや筋トレのせいじゃないんだけど、うん、筋トレ行きたくなくなっちゃって、うん、そっからもうサボってんのね。サボってんの、はいはいはい、だからやばいの。なんかだから力入んない、うん、あ、いや私も夏からサボってるから、うん、結構やばい。ボクシングとかも全然行ってないよね。行ってない。いや本当に行ってなさすぎてヘナヘナになってる、なんか体が。体がでしょ、うん、あ、何やったの今。あーあーあーあああ、ダフった、入れちゃった。かかとに重心がいくから足、体が前に出るな。いや、いい音してるね。でもちょっとカラカラだった。はい、でかい。お、いやー、ナイス。ナイスです。ちょっとね、最後右に落ちてくると思う。こう、うん、こうで、うん、間違えて左に落ちてくるか。バスッといったよ。これいいよ。寄ってくよ。もっとだよ。寄ってくよ。おお、ちょっと戻った。止まりました。ちょっと待ってね。来た。来たー。ナイスパー。ありがとうございます。今のは嬉しいパー。こういうとこじゃん、90切りってやっぱ。あ、そうだね。え、押した？下手くそ。いや、まっすぐ出てきてたよ。ナイスパー。ここからは、はい、テーマはなくなりました。はい、80切りやろうと思ったけど、うちらが辛くなるの。辛くなるから楽しくやろう。うん、それやっぱ みほちゃん、りさちゃんに。そうね、聞こう。うわっ。何何、何ワンタッチショット。かなり手前からのワンタッチショット。プッシュしたね、なんか。プッシュしました。でもちょうどいいんじゃない、あそこが。おお。上げてんのにあんな飛ぶね。乗るでしょうか。乗ります。乗らないでしょうか。バンカーもいっぱいあります。起き上がらないように注意して。完璧です。飛びます。
うまくない？うまくない？これもしかして？これです。118ヤード、うん、上げ135ぐらい打つけど。そうだよね、私も2クラブ上げてます。これは2クラブ上げたいよ、うん、で、ここからの118ヤード、池は気にしないでどんどんお願いします。ここからのこう、もっと低く引く感じ。こう。そう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 。こう。そう。こう。そう。いいね。フェース見てればいい？うん。フェースをそのまままっすぐ引く感じ。引くはちょっと置いといて。うん。下くぐったね。やばい。入る。当たれ。違う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 。当たって当たって。おお。あー惜しい。オッケー。なんか打てる、なんか違うな、全然。なんか全然違う。ナイス。上げてます。上げてるので、低い球という気持ちで。おー、低めの精度で。今日はすごいこちら側に構えるんですね。そうなの、なんかすごい嫌だ今日右に構えるのが。なんだ今の、やだやだやめて。のののののののあ、やばい、あ、やばい、やばい、やばい。最終ホールです。はい、じゅんちゃん、はい、午後になって調子が上がっています。そうですね、やっぱりあの普段やってない分、うん、午前中で練習してみたいになっちゃってる、うんうん、でもすごいなんかこう、寄せとかさ、うん、ワンパッチとかさ、どんどん良くなってるね、うん、いいゴルフ。確かにそういう耐えるゴルフって大事じゃん、うん、で、気がついてみると30代みたいな。それな、ゆっくりしっかり打ちます。1打目引っ掛けてしまいました。木の後ろから。どっちがいいんだろうな。うまい。本当ペチできた？うまい。でもなんかすごい吹いちゃった。うわめっちゃ距離残ってる。刻む。シャンクしたよ。いや大丈夫。大丈夫？うん。バンカーに入ったら面白いです。オッケー。やっぱこういう刻む時にさ、うん、ちゃんと打てないのがやっぱメンタルだよね。まあ最後帳尻合わせればいいんだけど。よし、パー取るぞ。そうだね。いやでもここからのパー結構難しそう。抜けた。おお。強いかも。おお、すごい。近くない？近い近い近い。いや大事な。初めてかも、ワンオーバーとかでもあるの。すごくない？
ね、ごめん、私の影邪魔だったよね。うん、大丈夫大丈夫。全然大丈夫。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は、はい、いいゴルフでしたね、ちゃんちゃん。そうですね。後半ちょっと乗ってきて、37。ハーフベスト。いやー、そうかもしんない、わかんない。でもなんか、あ、でも一回パープレーあったよね。あった、あ、一回パープレーある。なんかしかもうちじゃない、うちで出てるみたいな。うん、なんか36で回ったことあるわ。そんな気がする。うん、あったあった、案外。まあでもいいゴルフだったね。ねえ、よかった。そうです。ココラちゃんどうでした？ココラちゃんは後半は見事トンチンカンになって、ダボダボ、あ、ボギーダボダボ上がり。あ、最後ね。最後切れちゃったよね。なんだろう、なんかわかんない。でも別に、うん、なんでかなって感じ、なんだかなって感じ、ずるずるいっちゃった。そうね、なんかスダボって感じ。うん、あー、やっちゃってるみたいだね。な時も。でもドライバー良かったじゃん。そうね。でも今日はやっぱり、あの、最近やっぱ腰が回らなくなってきて、正面で打とう、正面で打とうとしすぎて、うん、なんていうの、回転が止まっちゃってるのね。うんうんうん、それ分かってたんだけど、でも今度回転しようと思うと、あーってなっちゃう。うん、なんて言えばいいんだろう。無理に回ろうとするね。うん、そう、なんていうの、体が開いちゃうっていう か、うん、だからすごい、なんかそのちょうどいい塩梅が難しくて、うん、今模索中。そうだね、久々にね。まあでもナイスプレーを。最近、え、今年70代出た？分かんない。あれ、今年出た？あ、でも79は出てんじゃないかな。でも去年も出てるよね。出てる。じゃあ今年も出てるのね、多分ね。ね、うん、なんかもういつのことやらって感じになってるよね。ゴルフ やってないし、うん、そうだね。あんまりなんかこうスコアスコアみたいにやってないから、うん、忘れちゃう。うん、なるほど。はい、じゃあ以上ですかね。はい、渋滞してきましたんで、はい、ゆっくり帰ります。はい、気をつけて帰ります。はい、バイバーイ。